服は、シスカ的には同じ匂いがしますあのすごく一生懸命うわーって突進していく感じとか、なんかまあ微妙にちょっと向いてる方向は違うと思うんですけど、でもなんか一つのことに熱くなれるところっていうのは結構その、しかも瞬時にこう火が燃え上がるみたいなところはやっぱすごく似てるんじゃないかなと思って、はい、見ています。クーはなんか漫画を読んでてどんな風になるのかなって思ってて、なんか命が吹き込まれたのを見て、はあ、クーに会えたなと思いました。本当にすごい嬉しかったです。なんだか、うん、やっぱりこうやっぱ連で臨むんだっていうアフレコの前の日とかにそういう風に思ってて、で実際こうみんなが命を吹き込んでいく作業を目の前で見てて、あ、そっか、これがエレメンタルジェレイドなんだなと本当に思って、一番最初にやっぱりクーだなと、クーはクーなんだというふうに思って、はいすごい大好きなキャラです。レンはですね、すごい可愛いなと思っていつもこうあーって後ろから見てるんですけどあの歌が本当にいつも大変そうだなと、あのお二人で2話の時なんかはこうハモってというか一緒に同じタイミングで言ってらっしゃって、しかも普段使わないというか聞いたこともないような言葉がいっぱい出てきて、あの見ていていつもなんか感心していますとか言ってこれってキャラクターについてなのになんかごめんなさいでもすごい可愛いなと思って、なんかああいう女の子いいな、なんかそばに置いときたいなと、はい、はい、こう皆さんもご覧になるレンの役をやっている時のこう高橋さんというかはもうレンそのものなんですよ。ああなんかやっぱレンってこういう感じだよなと思うんですけれども、あのなんかこう役離れてこう普段高橋さんがおしゃべりしてるところをちょっとこう目の端で見てたりすると、あ全然違うんだなきっとっていうのが、あの要するにあんなあのこうなんだろう、病的におとなしくはないんですよ。だからすごいあのしっかり芝居してこうレンを作ってらっしゃるんだなっていうふうに思うし、またストレスたまるだろうなと。ローエンはまずあのああいうこう優しい感じの方なので、すごくこういつもこう振り回されてる、あの一応なんか副班長っていうか、なんていうんですかね、あれは分かる、隊長副隊長みたいな感じで、私をこういつもサポートしてくださる、本当にいつも振り回してすいませんっていう感じです。でもすごくあのいつもトホホっていう顔が多くて、すごく見ててあの頑張ってって思います。素敵です先輩。キーヤはあの割とあのシスカと近い感じの暴走系で、あのとにかくお腹が空いてたら何もできない、でもすごいセクシーお姉様なんですよね。なのであのこのローエンとキーヤとシスカのこの3人っていうのは本当に濃いなって改めて思って、3人ってバランスがいいんですかね、よくあるじゃないですか、なんか3人でこうずっこけたいみたいな。ごめんごめん、ちょっと笑っちゃう。なんか違うから。ずっこけ3人組の話も。あ、そっかそっか、それが言いたかそう、そういうこと。なんか3人でバランスのいいなんかこう編成で、で3人ともまあキャラが濃いので、はい、もう見てて飽きない。なといやもうあのずっこけ3人組はいい味出してくれていて、でああこれだけあのうんあのこういう人たちがこう無理やりにこうくっついてきてくれるから話が転がっていくなっていうのがなんか1話2話やってて、あの先々これで安泰だっていう感じがしてます、まあその主な原動力は静かなんだろうとは思うんですけれども、
どん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 食いついて食いついてきていただきたいなと食いつかれることを待ってます。わかりました。この3人は3人なりに一生懸命なので、ぜひ皆さん見守ってあげてください。お願いします。新世代バトルファンタジーエレメンタルジェレイド、2005年4月から放送開始です。絶対に見てね。大丈夫か本当にこの番組こんな調子で。はい、そんな感じですね。新世代バトルファンタジーエレメンタルジェレイド、2005年4月から放送開始です。絶対見てね。